文化祭の隣でモーニング娘。の新曲発表が行われました。その時の様子をお見せしちゃいます。どうぞ。モニターに映し出されたお題にメンバーが答えました。うん、私の好きなハロプロの曲。じゃあいきますね。はい、スタート。ストップ。おお、しげさん。はい、一番好きなハロプロの曲。はい、私赤いフリージャーが好きです。おー、オーディションの時、そうだね、オーディションの時に歌ってたんだよね。そうです、合宿で。はい、歌って。あ、歌ってしましょう。成長の成果をお願いします。頑張って。あ、ちょっと待って、いきますよ。あ、ちょっと待って。信じることにするわ、赤いフリージャー。私は意外とこれが得意。お、じゃあお豆。はい、スタート。ストップ。おお、あいちゃんそんな、意外とこれが得意。意外じゃないとダメなんですよね。そうですね。それかメンバーは結構知ってても、そう、皆さんの前でやるのは初めてとか。何が得意なんだろう。なんだろう。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね。どうしよう。なんだろうね、愛ちゃんね。バレエは？開脚。開脚。開脚。見えないかな。見えないかな、後ろの人。開脚。じゃあ、カメラさんに撮ってもらおうね。せーの。よいしょ。すごい柔らかい。素敵です
ました。すごいね。の新曲発表も同時に行われました。その時の様子もお見せしちゃいます。どうぞ。眠っても眠っても寝足りない。
皆さんどうでしたか？地球温暖化を防止するために私たちだけではなくて、たくさんの人たちが活動しているのが分かったでしょ？私たちでできることは小さくても、一人一人が行うことが大切だと思います。すぐに大きな成果は出ないかもしれない。でもね、これから大人になっていく世代やその次の世代にはちゃんとした成果が出てくると思うの。だから自分だけ良ければいいなんて考えないで、みんなで未来を助けてほしい。愛を持って、勇気を持って、地球を、すべての生き物を助けてください。